なるほで、じゃあそれを前提に話をしていくと、僕の仮説はこのアスクルっていうところは F、代理店を置いてるんですけど、この代理店っていうのは何をするかというと、物はね、お客さんからアスクルに直接注文が行き、で、物はアスクルからお客さんに直接配送されます。じゃあこの代理店が何をしてるかというとですね、こういうことなんです。例えばこのシャープペンシルがありますね。これ1本100円としましょうか。そうするとカタログにはこれ100円って書いてある。それで、100円のシャープペンシルをお客さん注文すると、アスクルからこのボール、あ、シャープペンは行くと。ところが代金なんですけど、この例えばこの100円だとすると、アスクルから代理店さんへの卸値ってのあるわけ。例えばこれ60円としましょうか、ね、それで、代理店さんの儲けは40円あって100円になってるわけですよ。で、そうすると、物は直接やり取りするけども、請求は代理店からお客さんに100円で行って、100円払われますね。で、これはだけど、代理店からアスクルへの支払いは60円、40円はそこに落ちるわけですね。で、そこの40円をこの会社の場合はグループ、河野一族って言いましたね。河野一族の会社ですから、そこで40円落ちてるわけですね、今の例で。この40円を使って同じグループの国会議員に政治献金をしてるということなんです。これ僕の仮説ですよ。仮説ね。仮説。それで献金してるっていうのは、なんでそう言ってるかというと、ここの会社の役員の人がいます。ある、この人の名前で。河野太郎さんは2つ政治団体を持ってるんだけど、そのうちの1つに献金がされてるんですよ。これは政治資金収支報告書で僕は確認してます。で、そこ見て、おっと思ったのは、400万円献金してる人がいて、おい、不定な、なんでこんな、どこの会社だと思ったら、実は日本大使でした。だから日本大使がどうのこうのって、事件が、騒ぎがあった時に、日本大使関係ないとか言う人がいたけど、ね、一つの会社が400万円ものお金を、献金してるのは、もうこれはね、守秘でも何でもないです。なぜかって言ったら、政治資金収支報告書に書いてあるから。でね、それは日本大使が何を儲けてね、あれしようと、この太陽光パネルの話があって、利益誘導じゃないかっていう話はあったけれども、それはそれで横にこれと違うから置いといたとしても。こっちの麻布食品の話題に戻ると、アスクルというシステムを使って、この代理店であるここは確実に儲けが出ます。その儲けの中から、その同族、弟さんがここの社長をやっていて、兄貴の国会議員である兄貴の政治団体へ献金が、ここの役員が個人としてやってます。これは税金由来のお金じゃないですか。少なくとも国会議員が発注する文房具代っていうのはね、それ本当だ。が循環してるんじゃないのという仮説を僕は立ててます。確かに、純然たるね、例えばそれがアスクルの、代理店やってますと。で、顧客はもう全一く普般通一の市般場ののね。いろいろいますと。そこで純粋に利益が出ていて、献金してますと。というのとは違って、もしそれが特定の事務所、政治家の事務所からの発注であると、っていう場合には、もしかしたらそこで循環があるんじゃないかと。というのは、あっちの方がおっしゃってるのは、調べると文房具は別に発注してると。他のね、お金がかかりそうな、例えばトナーだとかいろいろあるじゃないですか。ああいうものがね、いろんなところにそれぞれ発注してると。で、なんでこの麻布食品に なんで文房具そう、を。なんでそれも60万とかね、そういう単位で発注があるんだと。そう、だからね、それもあると思います。それで僕は一番最大限の安全の話をしてるんだけど、仮にその取引がアスクルというシステムで利益が落ちます、これ合法です。で、そこからそこの個人がね、役員が個人として献金する、これも合法ですと。じゃあ
合法だったら何してもいいのっていうとこなんですよ、うんうん、私が言ったあのよくねあの、まあ、他の話でもねあのしたけど利害に冠を立たさずっていう話がありますねって話をしましたね、はいはいはい、みんなで、ね、であの合法だから何やってもいいのとあのこの前ねあのインサイダーじゃないかって週刊文春からつつかれてある国会議員がいやこれ合法ですからって言ってるわけですよ。だけどじゃあ合法だったら何してもいいのかと。で特にあの個人がね個人が全く関係ない個人がここの代理店に発注して、まあ、発注アスクにするんだけどここから物がねあのここに代金払ったっていうのはまだしもですよ。少なくとも代理士事務所とかいうのは公金由来の金を使って発注してるわけだから。その公金由来っていうのがねまたじゃあ、うん本当にそのじゃあまあ仮に60万としましょうか、うんうんそのアスクルに発注して請求されているとされる、うんその60万が本当にその文房具なのかとだからその明細を見せてくださいと言ったら断られたと、うん、いうことなんですよね、うんうんうん、だからまあそこはねやっぱりこの明細の存在が有無が問題になっ てそうなるとまあはっきり言って明細っていうか物が動いてないという仮説を立てるとね、これは粉飾決算なんだ。そうなっちゃうんですよ。うん、そうでこれに、アスクルが関連してるのか関連してないのかっていう問題になってくるし、うん、アスクルはそういう意味では身の潔白はやっぱちゃんと立てた方がいいと思いますし、うんうんうん、仮にですよ、これアスクルさんが、まあ、ないと思うんだけど、仮にそういった粉飾に絡んでたとしたら。有価証券報告書が違うものを出してたってことになるわけだから、うん、これは上場廃止になるリスクも出てくるわけですよ。なるほど、うん、だからすっごいこの問題って根が深くて、僕がアスクルの社長だったらこれ真相全部オープンにしますね、白だったら、うんうんうん、でうちは関係ありませんと、うんうん、あのうちの出してる有価証券報告書は神聖なもので全く間違いありませんっていうのをやらないと、やはりあの証券取引所に参加してる人たちに不安感を与えちゃいますよね、うん、そうですね。あと一説によるとあくまでもツイッター上の情報ですけど、うん、ここを使ってるのが小西さんだけじゃなくてかなりの数の政治家が使ってるという話もあるんですね、うん、僕ね、まあ、政治資金収支報告書見ましたけど、例えばさっき言った高市さんにやめろってうん、って言ってた人も使ってましたよ。あ、そうなんですか。それだけで怪しく聞こえますよ、ね。自民党も使ってたけど、さっきの人も使ってますよ。はい、そこでの一つの論点は今平井さんがおっしゃったみたいに、うん、じゃあ本当に物動いてるのねと、うんうん、本当に発注してそれがデリバリーされて請求が立ってっていうことなのねということで、それはですね、たとえ開示義務がないとしてもですよ、例えば5万円以下だから、うんうん、ね、その明細を提出、あとね、ごめんね、あのね、はい、これね、5万円って言ってるけど、うん、実は1万円なんです、はい、というのはね、国会議員の政治団体は1万円以上なんですよ。あ、そうなんです、ね、うん、これもね、僕ちょっと調べて分かった、うんうん、ごめんなさいですよ。いや、じゃあなおさらですよ。なおさらここはだから、うん、小西さんはじめですね、うん、そうやって疑いかけられた、それは仮説であっても言われて潔白なんだって、うん、あ、こうですよって、それはもう法的義務があろうとなかろうとね、それは開示すべきだと思います、うん、出した方がいいと思いますね、はい、もうやっぱし真実が明らかになればみんながあそういうことだったのかって終わるわけですから、やましいとかないんだったら、ねそれは示すべきだと思いますよ、うん、その方がみんなにとっていいと思います。その物がボールペンだったりなんか、まあ、文具が、うんうん、山積みに例えばあって置いてあっても、それは合法っていうことになるんですか。なんか二足三物ちゃんとして、ちゃんとして、うん、ちゃんと値段通り買って、ね、お金と物がちゃんと動いてるんであれば問題はないですよ。問題ないですね、うん、これは普通の商取引だから、うん、で、ただ今回のケースに関して今の一般論ね、うん、ただ今回のケースに関しては特定の国会議員の弟さんがやってる会社であって、でそこで出た利益がここの会社の役員からその国会議員にね同族の還元されてるよねと、うん、だからこれって利害に冠を立たさずっていう観点から言えばどうなのかなっていうのは僕は言っていいと思います。でそれが、うん、道徳上もどうなのかな、もともと税金由来のお金で購入されているというものであったならば、うんうん、
それはちょっとどうなのという、ことだと思います。はい。